久保さん今回、願いの願うの感じにしましょうか。願い事、なんかあの、ね、あと数ヶ月経つと七夕みたいなね、願い事を書くみたいなね、あると思うんですけど、どうですかね、願いってありますかね。願い事を七夕に書いても、叶わねえよっていうのが大人の心理じゃないでしょうか。まあ確かに、多分そうだ、僕は、あの、なんだ、あの、自己啓発の、 夢をノートに夢を書いたら叶うみたいな話があってそれ嫌いなんですよ。うん、あのノートに、まあ、あとよくあるのが夢とか目標とかそれを紙に書いて貼,り貼って見えるようにしとこうみたいなのがよくある話なんですよ。これねまあ別に悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないんですけど本当にその願ってることって別に書かなくても。 見えるところに置かなくてもノートに書かなくても常に思ってるから描かれてるんですよね頭の中でだからぶっちゃけぶその紙に書いてね見えるところに貼らないと叶えられないようなそんなやわなものだったら叶わねえよみたいなちょっとスパルタンですけど大、ね、会系で言うならばうーん だ結局ね僕もね年商100億ってあの今思い出すとまあタレ紙を貼ったんですよ年商100億ってでもね心の奥底で年商100億行きたかったのかっていうとうん今振り返ると年商100億のタレ紙を自分で作って貼ってた時っていうのはなんか自己暗示なんですよねこうなんだろうな、まあ、のまあ会社の大きくするっていうのは本うーん まあそれは僕その当時の仕事、僕の仕事であり、まあ役目であり、なんか使命なのかよくわかんないですけど、でも多分心の中で本当に思ってなかったんだろうなと思いますね。なんかタレ紙を見て自分を奮い立たせるというか、なんだろうな、ケツ叩くというか、うん、別に年賞100億なくても生きていけるじゃないですか <laughs>。うん、あれ作りましたからね、自分でプリント、プリントアウトしてこうやって貼ってましたんで。 懐かしいっすね。年賞100億いくぞ、みたいな。うん、でもなんか、まあでも、それはそれで、まあ僕、普通に生きてたらね、普通に生きてたら、おそらくですよ、自分で年賞100億っていうのを掲げて、印刷して、こう、でかくね、こう、どっかに貼るっていうこともないと思うんですよ。だから、あれはあれで、まあ、よかったなとは思いますね。多分、普通に本当にサラリーマンで生きてて、多分じ、自らね、主体的に、 年100億みたいなね作ってね貼るってことは多分ないと思うんでまあ100万とかだったらねあれですけどだからそこぐらいの規模をなんだろうな人生の中で一度たりとでもあの目指した時があるっていうのはうーんなんか思い出ですね <laughs> うんただまああのー、本当に思う 松下さんの言葉が僕はしっくりきますけど、思わなければ始まらないっていうかうん、別に思ってればそれはそれでいいし、まあ思っててあと行動すればいいわけじゃないですか。別にその目標を壁紙に貼ったとしても、行動していない、何もやってない、何の意味もないので、うん。だから逆に言うと、まあ書いて行動して結果が出るんだったらそれはそれでいいし、ただ書いても目標をね、掲げてもね、 今年の目標、みたいな、新年みたいなね、やってますかって話で。僕は新年の目標とか全く立ててないですけど、おそらく新年の目標を立てた人よりか、まあまあなんかいろいろやってると思います。うん。そう。多分もうやってる人いないんじゃないですかもう5月になりますけど。毎日なんかやってます毎日なんかやってます今年こそは、来年こそは、毎日何をやってるんですか毎日何積み上げてるんですかって話で。少なくても多分、僕の方が積み上げてる自信はありますね。 これからも積み上げていきますけどいってらっしゃい